はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがとう頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。今日日中、松戸駅西口で政治活動してまいりました。ちょっと昼間行ってて分かんないですけど、上りの上に日の丸ついてるんですけど、日の丸ついた上りを持って、憲法9条廃止、日本改革党っていうアナウンス流しながら立ってんのに、おじいちゃんにですね、共産党と間違われて、後から大爆笑。なわけねえだろうんって、思っちゃいまして、憲法9条っつったら、廃止まで聞かずに、あ、共産党って思っちゃったのかなぁ。ちょっと謎なんですけれどもね。神奈川県南足柄市支部長、畠山隆弘、デビューいたしました。チラシもできました。なかなか三冠部じゃない、足柄山の金太郎ですから、なかなか都心っていうか、都会じゃないんで、そういうとこは我が党みたいな新しい党、まあ、自民党がやたら強くてみたいな傾向ありますけれども、皆様、お尻置きください。党内では分かって、であります。他地区の支部長大募集中、動画の下のですね、もっと見るをクリックしていただいてご応募お願いいたします。立川雲水っていう落語家がいるらしいんですけど、やがてマイナカードが投票所、入場券になってしまう、カードがなければ投票できないようになってしまうとツイートいたしまして、それの何が悪いんだ、いいことじゃないかと大好評を博しました。世論です。いいアイデアですね。そうなってほしいです。とっても便利そう。早く実現してほしいですね。利便性高まりますね。選挙のコストカットできそう。むしろそれぐらいやってほしい。なんか都合悪いの。むしろ便利で大変よろしいかと。不正投票できなくなって結構なことじゃないかと。この落語家はですね、そんなの嫌だって意味で投稿したんだろうが、ナイスアイデアであるという絶賛の嵐でありました。投票券は現在郵送されてきますけれども、ポストから盗まれる可能性もあるし、2009年民主党が選挙勝っちゃって政権交代されちゃったんですけど、その時もそういう投稿が結構ありましたよ。投票所に入場する券、まあ、投票の券、ポストに届いてないとかですね、そういう噂ありました。金も手間もかかります。これは行政の方ね、有権者名簿にのっとってはがきでいちいち選管が出すんですけど、金かかるし、手間もかかるし、そうすると税金高くなっちゃうしね。絶対に投票に行かない人を知ってればですね、なりすまし投票も可能ですね。遠洋漁業に出てて1ヶ月帰ってこない人とか、その人の名乗って、できるんですよね。そういうこともできます。運転免許を見せる、投票所もあるんですけど、投票権ない場合ね、名前と住所言っただけでやらせてくれる投票所もあります。もちろん。もちろんですね、同じ住所で同じ名前の人が投票権持ってきて、で、言うと、あ、これ不正だなってわかるんですけど、誰がやったかとか、不正をして誰が、どの候補が有利になったとかはわかんないもんね。マイナカード提示してデジタルチェック受けて投票なら不正のハードル格段に上がりますよね。顔写真もついてるし、次の国政選挙から導入してもいいぐらいですね。2025年だから準備期間は十分でしょう。参院選も2025年、次は、衆院も任期、4年間途中改選なければ2025年ですから、そこからやったらどうかな、思います。予算委員会が定時で終わったのは野党がだらしないからという話になった、と言ってしまった石井純一参院運営委員長かっこ自民、立憲の抗議を受け公開陳謝、心からお詫びする
だって、これ議員に対する懲罰の一番軽い方ですね。一番軽いのはですね、懲罰委員会、かけられると、まあ、議員に対する罰として、一番軽い順からですね、公開の場で陳謝する、次に議長から怒られる、次がですね、一定期間議会に来んなっていうことで、免停じゃないですけど、停学じゃないですけど、そんな感じ、その次が除名、議員辞めろ、辞めさせられる、4種類あるんですけどね、まあまあ、一番軽い懲罰委員会にかけられてもないのに謝ってしまいました。世論です。図星は腹立つもんなのよ。だらしないというか、仕事しなさすぎ。あんまりほんまのことを言わん方がええ。言ってはいけないことは事実の場合が多い。野党が大騒ぎしてるっていうのはその通りってことじゃないですか。自民もだらしない、突っ張れりゃいいのに、こいつら抗議と審議拒否してるとこしか見たことない、などなど、だらしなくないっつって立憲が抗議してですね、議会運営理事会を中止させたらしいです。謝罪しないと予算委員会を審議拒否するぐらい言ったかもしんないですね。自民党もだらしねえですよ。そんなの知らねえよっつって立憲抜きで予算委員会やりゃええものをですね、この手で憲法審査会は 4,5 年止まってましたからね。立憲が出ねえからって言ってね、維新運営委員長はですね、会食でそういう話が出たって言っただけなのに、自分が言ったわけじゃないのに謝罪させられて理不尽ですわね。多分ですけど、周囲のことなかれの自民党議員ですね、謝っちゃいなよって言われたんですよね。圧力っていうかね、めんどくせえからまあ謝っちゃってんって。立憲のせいで予算委員会が延期になったとか、立憲抜きでやりますとか、逆襲するチャンスなのに、本当に喧嘩できねえ党だな、自民党はな。自民党はですね、一番候補者集めやすいんだからさ、一番力のある党なんだからさ、候補者だってよりどりみどりじゃん。息子娘ばっか取り立ててないでですね、喧嘩上手を集めるようにしたらどうかなって思うんですよね。あとは異性にモテる候補、これはハニトラ予防です。でないと、たやすくハニトラにかかったりですね、春買いして問題になったりするんですよ。モテねえやつが議員になっちゃうとさ、18歳女子に4万円渡して密室で飲酒させ自民党を離党した吉川赳、覚えてますか皆さん、この人、モテてないからこういうことすんだよね。モテないから、モテまくり議員ですね、ハニトラにもかかんないし、下の不祥事起きないと思うんですけどね、こいつみたいにね。こいつはあまりのモテなさに金出しちゃったわけじゃん。と言ってもですね、モナオみたいな不倫の危険性もありますけどね、モテまくっとね。山本モナさんでしたっけ、ああいう美女に迫られるとつい断りきれない、のかな、思っちゃったりなんかしてね。とにかく国会議員候補はモテないやつはダメってしたらいいんじゃねえか。これは私だけの意見ですんで、異論は認めますけど、議員ってみんなに応援されて投票してもらって議員になるわけですから、人間的な魅力皆無な人は議員の資格ないと思うよ。鳥取県知事の息子ってだけで議員やってる石破茂とかさ、人はモテなさそうじゃん。人間的な魅力も全くなさそうじゃん。そういうので議員やってんのとかもうやめろって。立憲長妻昭、10月18日昨日ですね、予算委員会に出たが40分間ずーっと統一統一言ってた模様であります。ツボがーやってたのな。世論です。予算を話し合えや。他に話すことが死ぬほどあるじゃろがい。思考停止脳死か。
これこそ税金泥棒かと。立憲議員の存在こそ税金の無駄。いえいえ、あの社民党も共産党の議員も税金の無駄ですよ。邪魔しかしね、森かけん時と一緒やん。勉強しなくていいから楽でいいですね。予算関係の質問は予習が必要だから立憲には無理。コロナ初期も永遠に盛りかけやってたし、予算の質問はですね、立憲には無理です。予算案見てもやつらには何のことかさっぱりちんぷんかんぷんじゃないですか。私あの自営業動物病院で、自分であの帳簿つけて自分であの申告してたんで多少わかりますけど、あいつらそんな経験ないでしょ。政治やったこともないだろうし、商売やったこともないだろうし、全然わかんないでしょ。それにですね、あのカメラの前でなんかドヤ顔で言えばですね、どんな尻滅裂なことでも、どんな馬鹿げたことでも、どんな人を呆れさせることでも、テレビが勝手に紙編集してくれるしね。これだけ支持率が右肩下がりで下げ止まる気配全然ないのに改善してなくて安心しましたね。森かけと一緒、消滅前にですね変に改心されてちょっと良くなっちゃっても厄介なんだよね。息の根止まるまで、まあ、蛇はあの頭切り落としても安心できねえなんて、ことわざありますけど、立憲もそうですよ。40分間ずっとツボがツボがやった立憲、地方議員10名が統一と関係があったってことが判明いたしました。ブーメランっていうか、投げてもいないで自傷行為してるような感じですけれども、手に持ったブーメランをそのままあの額に突き刺してるような感じですけど、自分とこも黒いのによく他責められんなぁ、ここでもお前が言うな、炸裂ですね。関与の詳細を発表しない理由として岡田幹事長、自民党が本来きちっと調査すべき、しかしそれを全くやろうとしない中で一方的に明らかにするというのはバランスを逸している。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、自民党がやってないから自分らもやってないって言うんだが、自民党がうちらのことを勝手に綿密に調べたらいいべって言ってるのがちょっと分かんないですね。この人の日本語、世論です。ダメだこれ散々ツボがやっといてバランスもクソもないだろう。よくこれで他人を批判できるな。自民よりクリーンじゃなきゃ話にならんだろう。はっきりさせて自民との違いを示すべき。こいつらには自民しか見えてないのかな。国民は見えてないのかな。世論は見えてないのかな。マジで反自民しかできないのな。立憲のツボは綺麗なツボ。こんなんで支持率上がるわけがないと。まあ、自民党が立憲と統一の関係を調査すべきだって言ってんだが、自民党がはっきりさせないからうちもしないって言ってんだが、こいつらの使う日本語分かりにくいな。中には全然何言ってるか分かんないこともあるもんな。バランスって言うなら自民と同じぐらいですね。他のと例えば維新とかにツボがーって攻められないとダメなんだよ立憲さんも本当の本当によくこんなんで、他者をですねツボがーできんな。その恥知らず厚顔無恥さに感心しちゃいますね。党としても全然ダメだが、議員も各々の議員も全然ダメな立憲民主党。まあ当然なんですけどね。党としてはダメだが議員は優秀なんてことありえねえからね。立憲の他英氏衆議院議員、多層氏だが他英氏だが日本側から韓国へ歩み寄る姿勢を見せるべき。輸出管理厳格化解除を提案するなんて言っちゃって毎日新聞のインタビューにね、まあ喜んで毎日新聞が喜びそうなことを言ったんでしょうけどね。世論です。これまだ言ってんのがしつこいな。立憲ってやっぱアホだな。輸出規制なんかしてないっつうの。優遇を普通に戻しただけで厳格化なんかしていない。こんなバカばっかだから支持率上がんないんだよバカ。どんな接待されたの。脳みそいかれてんの。実は向こうの人早くスパイ防止法を作らないとやばいね。他英氏だが他層氏だがよくわかんねえ。なんて読むんだか。韓国との友好関係の強化が重要であることは
異論はないはずだとこう言ってるけど、島根県竹島を軍事占領中で、している侵略国ですよ韓国は。こことの正しい関係は断交プラス宣戦布告で、正しいんでしょ。これが正しい日韓関係だと私は思いますけどね。何言ってんのこの人。一体どこの国の政治家なの。輸出管理厳格化解除って厳格化してねえし、輸出規制もしてねえし、そう言ってんのは韓国政府と毎日朝日新聞赤旗だけですよ。情報源が朝日赤旗毎日しかねえのかな。こいつんちにはパソコンねえのかな。今年9月に実は韓国に行っています。で、外務大臣にあたる、まあ、外交部長官って言うんですけど、パクチンって人、パクチンちょっと名前は可愛いな、パクチン、と面会してんだって。その時にハニトラかけられて、先月ハニトラかけられて脳みそほやほやなんでしょうかね。ほやほや、まだあれが忘れられないとか言って、前回選挙では甘利明さんはですね13万票対12万5千票で、僅差で破ってる。甘利さん伸びなかった。共産が出馬しなかったのと地元周りをすごく頑張ったんだってこいつ。甘利さんももう73歳、神奈川13区の次の候補用意しとかんとダメじゃないのこれ。自民党甘利さん次もやんの。次は76歳とかになっちゃうけど大丈夫なのかな。気はいたします。というわけで今日は立憲のダメなところで話終わっちゃいましたけれども、まだまだあるんですよ立憲のダメなところ。ちょっとニュース省いたぐらいでね。で誰がうんこしたの先生怒らないからみんな目つぶって提案、誰がうんこしたの焼肉店というようなことですね。メール党員さん大募集であります。地球守備長さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。